フィレンツェ市からこれをプレゼントしてもらいました。じゃーん。皆さんこんにちは、フィレンツェチャンネルのハルコンとエルキャットのイティちゃんです。今日もよろしくお願いいたします。ことの始まりは3週間くらい前かな。いつも情報をくれるトスカナ州庁に勤める友達が、4月14日からの新法令でマスク着用が義務付けられるから、フィレンツェ市ではマスクをプレゼントすることに決定したんだよってことをね、教えてくれたの。新法令ではなんとマスクをつけないで歩いてると懲罰の対象になります。警察がね、至る所にいてマスクをつけていないと罪に問われちゃうのね。まあ今新型コロナウイルスの影響でイタリアでは詐欺事件が横行しています。というのは、お家にウイルス対策でお家を消毒するのでお家の中に入れてくださいっていう消毒会社を装った人たちが家の中に入ってきて、それで金品を奪っていくっていうね、そういう事件が起こっているので、街には誰もいないし、私たちイタリアに住んでる人たちはみんな知らない人が来てもドアを開けないようにって気をつけているんだけれど、今回フィレンツェ市から職員の方がお家にね、直接マスクを配ってくれるということで、フィレンツェ市の職員が来たらドアを開けるようにというふうに言われました。それでまあドア開けるの怖いなと思って、まあ配りに来るんだったら近所の人たちみんなに配るわけだし、私だけではないと思うので、ピンポーンって鳴ったらみんなで受け取ればいいかななんて思っていたの。それでね、待っていたんだけれど、何日か経っても全然そういう気配がなくって誰も来なかったの。それでまあイタリアのことだしね、こうやってなあなあになってしまうことってのはいくらでもあるので、マスクのストックは、まあ、幸運にもまだあるのでね、まあいいかなんて思っていたら、ある日郵便受けを見てみたら小さい飲み用紙が入っていたの。そこにはね、マスクが必要な方はご連絡くださいフィレンツェ市みたいなそれでね、マスクは幸運にも私はストックがいくつかあるんだけれど、まあこんなに封鎖生活が長引くとは思わなかったし、法令が出るたびに封鎖の有効期限が毎回延長されるので、今回もね5月3日までっていうふうになってるけれど、5月3日になるまでは延長されるかどうかっていうのがね、まだ状況次第だからよくわからないということで、イタリア政府も5月3日の何日か前に延長するか、それとも封鎖を解除するのかっていうことを発表しますって言ってるんだけれど、もし延長された場合マスクがねだんだんなくなってくるなと思って、ただねイタリアはマスク不足で薬局にもね全然売ってないの。だからマスク着用義務になってもマスクが売っていないんだから入手できない、そういう場合はどうすればいいんだっていうふうにね、国民からやっぱり声が出るのは当然ということで、そのためにもフィレンツェ市は国民1人につきマスク2枚を配布という発表をしました。マスク2枚ってどっかで聞いたことある話だよね。でもね、イタリアは義務だからマスクをつけていないと懲罰の対象になるっていうことが大きな違いです。これでね、マスクなしで街を歩いていて警察に捕まっても言い逃れはできないってわけ。それで今現在シニョーレ広場の薬局ではマスクは再入荷されたそうです。フィレンツェに住んでる人たちに耳寄りな情報なのだけれど、マスクがなくて困ってる人はシニョーレ広場の薬局に行ってください。でもね、薬局に入るっていうのがね、なんか避けたいんだよね。やっぱ密閉空間に行くっていうのをとても避けたくって、薬局でお仕事してる人っていうのは本当にもうね大変だと思うし、本当に尊敬してるんだけれど、薬局に勤めてる人たちっていうのはマスクをしてゴーグルみたいなのもして手袋もして、人によっては防護服も身につけてっていう感じで完全装備なわけ。私はそれに比べたらマスク1枚で無防備だからね。マスクはしてるとはいえ完全ではないでしょうってことで、薬局に行くのはちょっと避けたいなと思っていてね、それで自宅に届けてくれるんだったら、まあありがたくいただきたいということで、私はそう書かれているメールアドレスにメールをしました。いただけるものならいただきたいですってね。それでね、それから1週間ぐらい経ってもう全然音沙汰がなくって、誰からもうんともすんとも言われず、もうフィレンツェ市忘れちゃったかななんて思っていた先に、なんとこれが郵便受けに入っていたの。びっくりしちゃった。あのメール誰か読んでいたんだって感じだってね、すごいと思うって。なんかこの紙袋に入ってるんだけれど、まあ、開けてみたの。ほらすごい、見てマスク2枚入ってる。すごいよね、ちゃんと約束も持ってくれたんだって感じで。大丈夫かな、消毒してあるのかななんかこうやって紙に包まれてこうやって郵便受けに入ってたから、なんかどういう
経路で来たのかもちょっとよくわからないし、なんか衛生状態がちょっと不安だよね。でね、別に文句言ってるじゃないのよ。ありがたくいただきます。どうもありがとう。というわけで、イタリアは日本と違ってマスクをつけていないと懲罰の対象になってしまうので、ちょっとこれなんかペラペラで頼りなさそうだけれど、このマスクちゃんがね、私の身をウイルスからも懲罰刑からも守ってくれるということで、大切に使わせていただきたいと思います。はい、というわけで今日はイタリア・フィレンツェ市からこんなプレゼントが届いたよっていう話をさせていただきました。フィレンツェチャンネルではこのようにイタリア・フィレンツェからダイレクトニュースをお伝えしていきますので、高評価とチャンネル登録のよろしくお願いいたします。ご視聴どうもありがとうございました。皆様もお体どうぞくれぐれも大切になってくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。